2テーマ目は金属系材料研究開発センター次世先進技術研究部豊田俊介様よりご発表いただきます。それではよろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございました。それではですね、サーマットプロジェクトの基盤技術という位置づけで前川製作所さん、早稲田大学さんと共に行いましたヒートポンプの導入効果を定量評価できる産業用ヒートポンプシミュレーターの開発につきまして成果報告をさせていただきます。よろしくお願いします。内容でございますが、狙い、目標、成果、今後の展望という順で紹介させていただきます。まず開発の狙いでございますが、これは冒頭小原 PL からもご紹介ありましたようにプロジェクトの最初の5年にですね、1273のエネルギー管理指定工場さんにですね、排熱のアンケートを取らせていただきました。左の図はそのうちの排ガスの熱量につきまして業種ごと15業種ごととあと温度帯別に示したものがございますが、200度以下の排熱が多いということで、この辺は2番目に書いてますようにヒートポンプの熱源として活用可能な省熱ポテンシャルと考えられます。これを使っていこうということでございます。この図は排ガスだけでなくてですね、温水についても全国の水系を行いまして代々示したものでございますが、温水についても各業種さんそれなりのかなりの量の排熱があるということを把握してございます。それからそのアンケートではですね、排熱量だけでなくて、例えば仮にヒートポンプを既存のボイラーから代替する場合の用途と温度帯のアンケートで取らせていただきました。左側が用途につきましての回答でございまして、蒸気、熱水、熱風それぞれ、こういった割合でニーズがあるということでございます。で温度帯につきましては、今主に産業で使われております100度以下のところだけでなくてですね、本プロジェクトの機器の開発のターゲットでもございます100度から150度、105から250度、200度といった高い温度域についてもニーズがあるということを確認いたしました。次に開発目標ということでございます。課題が2つございまして、産業分野では生産工程プロセスが工場さんによっていろいろ違いまして、家庭ビルの空調給湯のように定型化された設計エンジニアリングが困難という課題がございました。2つ目にはヒートポンプがですね、排熱を使うというようなこともございまして、導入検討時にさまざまなデータを取得するのに時間とコストがかかるということが課題がございました。こういった課題に対応するために導入効果を定量できる産業用ヒートポンプシミュレーターを開発したということでございます。次にシミュレーターの使われ方の想定でございますが、1、省エネ方針検討段階、2、省エネ対策決定段階、3、システムの詳細設計段階といった、フェーズに応じた、活用ができるように、産業用ヒートポンプ単体シミュレーターというものと、産業エネルギー投与シミュレーターと、2種類のシミュレーターを開発いたしました。右に示しましたのが適用検討対象工程例ということで、各業種さんかいろいろ工程がございますが、こういったところがヒートポンプ適用のポテンシャルの工程というふうに考えてございます。右下に示しましたのが塗装乾燥塗装焼き付け工程の例でございまして、これにバーナー加熱で大体170度ぐらいに物温をコントロールしていたところにヒートポンプをハイブリッドで入れたケースということでございます。ヒートポンプを入れることによりまして合わせて冷熱が取れますので、これを従来チラーを使って冷やしていた電着塗装ライン、これ電流流しますので液温が上がりますが、それを冷やすにも使うという事例でございまして、これは実際にこういった形でお使いいただいている企業さんもございます。次に成果の説明をさせていただきます。シミュレーターのシミュレーターと解説しようと思います。まずシステムを構成する
機器要素ごとにモデルを構築し、それぞれ入力と出力を分離しました。モジュラー解析手法というのを取りました。それから年間性能をの精度の信頼性を保ちつつ強化するためにですね、極力物理現象に即した例えば電熱とか物質移動から物性といったものをそのまま使います汎用解析理論を用いたシミュレーションを行いました。一方あまり厳密にやりますと計算時間が無限にかかってしまいますので、冷媒物性値は米国標準技術研究所のレプロップというこれデータベースを使っています。これそのものも各温度時間状態量を収束計算して計算するんですけども、そこをあらかじめピックアップしてテーブル化するとかですね、あるいは、ピンチ温度という考え方を使いまして、省略可能な精度を、いらわずに省略可能な部分はできるだけ簡略化するということで、精度と計算速度を、両方兼ね備えたシミュレーターを開発いたしました。それから、先ほど前川さんがありましたような特に高温のヒートポンプを使う場合、そのリフト温度を上げすぎますと、効率が下がるということがございますね。そういった場合は2つの冷媒を使うケースがありますが、そういった場合にも対応するような機能を備えました。で、計算の基本構成パターンということで、3つの視点で8つに分類して、まずパターンを選んで計算するという手法をしました。加熱温度、加熱方式ですが、これ熱媒体をそのまま流してしまう非循環という場合と循環させる場合から、ヒートポンプの導入用途、これはボイラーは穴を置き換えてしまう場合と、ハイブリッドに余熱で使う場合から、冷温度自取り出しを行うか行わないか、この視点で8つにパターン分けをして計算するというやり方を取りました。これは産業用ヒートポンプ単体シミュレーターの入力画面の例でございまして、上の赤枠が定数でございます。低角加熱能力、断熱効率、冷媒名、CO2 排出係数、加熱ドーピング温度といった定数を入力いたします。から、左下の赤枠はですね、熱需要と排熱、これはトレンドデータを変数として入れます。こうすることで、非定常な状態、例えばその排熱と熱需要のバランスが崩れた場合も、評価できるということでございます。これは単体シミュレーターのインターフェース画面の例でございまして、基本この例ですとボイラーとヒートポンプを2つ比較するような形で入力いたします。で、先ほど示しましたエクセル表をこの入力パラメータ編集のところにしますと、表が出てきまして、そこに数値を入れて計算開始を押しますと、時々刻々の状態量が左上と右上に出てまいりまして、左下がトレンドの一時エネルギー消費エネルギーの量と、から左下中ほどがその積分値で、右が CO2 排出量の比較ということで、一見して分かるような形で表示されるということでございます。シミュレーターにつきましては、実際のラインのですね、実測データと計算結果を付き合わせることで精度を確認してございます。それがさらにですね、経済性評価機能も言えました。このような形でですね、エネルギーの料金ですかを2つのケース、これは別に必ずしもボイラーバーナーとヒートポンプという形ではなくて、同じヒートポンプで違う条件を例えば2つ比較できるような形で評価できるということでございます。さらに製品寿命機構負荷ということで、単にランニングの時の CO2排出量だけでなくて、冷媒の機器の使用開始から使用の終わりまで、あるいはこれは消費電力量というのはこれランニングの使用量と、からヒートポンプそのものの製造にかかる環境負荷といったものを積算して計算できるような機能も入れました。これはその例でございまして、赤で書いたところがダイレクト、
冷媒による環境負荷、青で示してましたのがそれ以外の負荷量ということでございます。で、以上の単体シミュレーターは、こういったダウン、ウェブ上に公開させていただいておりまして、こういったサイトにですね、アフィリエーション、ご所属、お名前、メールアドレスを入れていただきますと、パスワードをこちらで、まあ、マニュアルなんですが発行させていただきまして、それを使って直接ウェブからダウンロードいただくという形でお使いいただいております。でさらに、バージョンアップとか機能アップを、まあ、逐次行っておりまして、まあ、そこは、最新バージョンを、同じパスワードを使って お使いいただければというふうに考えてございます。最新場所が、この2月18日に、最新バージョンにしてございます。でさらにですね、単体シミュレーターで構築したパターンやロジックをもとに、ヒートポンプやボイラー、ボイクタイプ、弁などの補機等を GUI 上で接続し、フローズを作成して、システム全体の性能評価を行える産業エネルギー統合シミュレーターというのを開発いたしました。これはその GUI の例でございまして、まあ、同様に精度と、あと確認すると同時に経済性、LCCP の評価機能も備えております。で特に統合シミュレーターの場合は、複雑であるのと、うまくそういった、機器の接続とか条件を設定しないと答えが出てこないということがございますので、まあ、ご参考ということでいくつかの、実際 そのパターンですかを今導入事例のライブラリという形で付けさせていただいてございます。でこういった、産業分野での、ヒートポンプの導入という取り組みは、欧州でも、進められておりまして、左の図は、業種別、それから国別の、紹介事例を棒グラフで示したものでございます。茶色が、日本でございまして、日本は比較的欧州に比べても、産業分野個別の工程へのヒートポンプ導入が、進んでいるということがわかります。で欧州は一方、地域熱供給、先ほど規模が大きいということがございましたが、にヒートポンプをかなり入れているということがわかります。また欧州では、日本と同様、さらに高温の熱供給可能なヒートポンプの機器開発とその実証ということも行われておりまして、ということがわかります。以上、まとめます。展望でございますが、今後開発しましたヒートポンプシミュレーターを使いまして、導入効果を示し、さらに特に統合エネルギーシミュレーターについては機能アップとかですね、使い勝手をさらに向上させてですね、関係各員の皆様のお役に立てるようにさらにしていきたいというふうに考えてございます。以上でございます。豊田様、ありがとうございました。それでは今のご発表についてコメンテーターの方からコメントを頂戴したいと思います。まず竹内様、お願いいたします。はい、竹内です。このシミュレーターというのはですね、はい、素晴らしい開発だと思いまして、はい、特にこれ公開されているので、この研究のですね、成果が社会に共有できるということで、はい、それもまたバージョンアップされていくということですから、今後また普及されることを期待いたします。それでですね、少し技術的なこともお伺いしたいんですが、このシミュレーションをする対象としてですね、この設備の内側のシミュレーションと、それから冷媒であるとか製造工程というのは入っているのは理解できたんですが、設備の置かれている環境というものは、はい、これにどのように、影響するんでしょうか。例えば寒冷地とですね、熱帯では違いますよね、はい、そこはこのシミュレーターにはどのように影響するんでしょうか。ですね、熱源温度という形で気温は影響してまいりまして、そうですね、工場さんによってはエンビエントに近い熱源使われているところはやっぱ夏と、冬では供給する熱量が変わりますので、こっち使ってまいります。で、もともとはそういった四季折々とか操業の変動とかを含めて客観的に評価したいというところがスタートになっていまして、温度という形で取り込まれてまいります。
あと複雑な話になると思うんですけども、建屋とですね、建屋の空調であるとか、はい、そういうものにも中で発生する温度は影響いたしますよね、はい、それもこれでシミュレーションしてしまえるのか、それはまあ別に考えないといけないのか。そうですね、空調業務用も含めまして、これは別に早稲田大学の方でですねシステムを開発しておりまして、まあ、空調についてはそちらでやっていただくのがよろしいかと思います。で、関連するところではその冷熱の需要先をなんですか、工場内の冷房に使いたいという話がございますので、空調温度管理とかいうのは別のシミュレーターがよろしい、それはもうすでにできておりますので、そちらでやっていただくのがよろしいです。古いところにですね、はい、今回の開発技術を入れていくのもあるんですが、はい、新規のですね、建屋を建てるであるとか、そういう時ゼブゼッチなんかとの関係も出てくると思うんです、はいはい、でその辺のシミュレーターはもう公開されているんで、はい、そういうものとのデータのですね、はい、乗り合いであるとか互換はどうなんでしょうか。まあ、今後の話として早稲田大学はかなり壮大な、目標を持ってまして、全て死んだ板書をシミュレーターでやろうとしてますが、やはり統合シミュレーターでですね、計算時間かなりかかりますので、まあ、空調と私の個人的には、こういった、ね、産業用の熱需要というのを分けてやるのが、現実的に当面現実的かなというふうに考えております。と具体的に使う側からちょっと観点でお聞きしたいんですけども、このラインの中に入っていくいろいろな機器がありますよね、はいはい、それぞれのデータはそれぞれのメーカーが持ってるわけですね、はい、それのデータはここに投入していただけるんでしょうか。メーカー自体もですね、外に出したくないデータもあると思うんですが、ある意味ブロックみたいなもので組み合わせでシミュレーションしていったら、競合しているメーカー同士の機器のですね、比較にもなってしまいますよね。その辺は、今後メーカーがどんどん新しく開発するとバージョンアップしてデータを入れていかないといけないところだと思うんですが、その辺の産業連携であるとかデータの互換であるとか、場合によったら基準を作るであるとか、そういうところはいかがなんでしょうか。ポンプとかですね、ファンとかちっちゃい機器はですね、まあ、大体定格条件と操業で分かりますと。でこれもこのシミュレーターには特に個別の企業さんのですね、性能曲線で全く入っておりませんで、私の想定している使われる、まずは純粋にフィジビリティスタディをいろいろパラメータ振ってやっていただいて、いけそうであれば個別のメーカーさんと、まあ、それぞれ一番フィットしそうな容量とか能力とかとやっていただくということで、これにはあんまりそうですね、個別の企業さんのデータとはリンクさせずに一時検討していけそうであれば、個別のやっぱ企業さんとエンジニアにしていただくというステップかなというふうに考えております。ありがとうございました。どうもありがとうございました。続きまして西尾様お願いいたします。技術開発とそれから本日 の, 報告どうもありがとうございました。こうしたシミュレーター検討支援ツールは大切だという思いは私も同感でして、はい、実は手前味噌なんですけれども、今日といいますか今朝先ほどですね、はい、弊社のホームページでそうした観点の考察の公開をしています。で電力経済研究というその学術誌にして実は私が責任者を務めて9編ぐらい論文が入っているんですけども、そのうちの一つが産業用ヒートポンプ の社会実装に向けた考察というもので、まあ、回路というものを書いたものです。でまさにですね今日 の成果国会全体にかかる話だなというふうに思うところもありますので簡単に話しますと、まさにそのサブタイトルがですね技術開発から技術導入へみたいな、そうした形技術展開へという形でしたんですね。やはりその先ほどの前川さんのご発表で技術開発ができてきたと、はい、で重要産業ヒートポンプってやはりその一品生産みたいなものもありますから、やはりその社会実装をいかにしていくかというところもとても大切で、
まあ、そうした観点で、しかも今日もご発表ありましたの中でありましたけれども、やはり企業さんなかなかデータを出しづらいとか、したところもある、あるいはどれくらい効果あるかっていうのも事前に分かった方が開発もしやすい、導入もしやすいというところで、あのこうしたあのツールというものが有用であるというふうに感じた次第です。あの実際にその検討するときの、まあ、ユーザーさん含めて担い手といいますか、まあ、いかにそれを、まあ、技術開発してから結果分かるというのでもなかなか難しいところもあると思うので、あのそうした観点であの楽しいなと思ってお伺いしました。で、質問はあの単体シミュレーターじゃなくて、正確に名前が単体シミュレーターと統合シミュレーターでしたっけ。単体シミュレーターの方は、これはおそらくメーカーさんとが主に使うことも想定されて、しかもダウンロードもできるようになっていると、はいはい、で一方のこの統合シミュレーター、はい、この部分はそのユーザーさんですとか、まあ、エンジニアリング会社、はい、実際の工場も含めて使っていただくところが大切で、はい、まあ、その時に先ほどあの複雑であるとか、まあ、計算時間も少しかかりますというところで、この後そのランディングといいますか、その使っていただくところでのフィードバックも大切だと思うので、はい、あの事業も終了するということで、どうしたくなかなかそのフィードバックを受けながらメンテして、アップデートしてっていうのは容易ならざるところもあると思うんですけれども、そこら辺のビジョンといいますか、あるいはこういうところが今後苦労があるけれども、あのこのようにあのしていきたいとか、はい、そうした観点であのお話をお伺いできれば幸いです。よろしくお願いします。で、ご指摘のように統合シミュレーターについてはバージョンアップと使い勝手の向上はこれはマストと思っておりまして、でそこを技術的に、主管するのは早稲田大学になります。ただ早稲田大学は 学問の府でございますので、やはり認可お金がかかります、まあ、特に私学ということがございまして、でそこはまだ、そういった費用とかですね、体制をどうするかって決まっておりませんで、まあそうですね、あの、まあ、業界団体さんの、仕組みとか、まあ、いろいろあのご相談をしてさせていただいているところでございます。そこを、あのまだちょっと決まっておりませんが、そういった形で、あの広げていく、中期的に広げていくことが必要であることは間違いございません。でそういう意味で、あのぜひ電柱研さんにも、あのサポートいただければと、あの思っています。よろしくお願いいたします。まさにそのヒートポンプ自体の技術開発と実装があのセットであることが大切であるように、ツールも開発とまさに使っていただくフェーズがとても大切であろうというふうに思って、あのなかなかその現状ではこの先どういうふうにあの展開させていくかというところ苦労が多いかもしれないというお話でしたけれども、あのとても大切なところで何かしらうまい形でというふうに期待して聞いたところがあります。で導入事例ライブラリーという話もございましたが、まさにそのいろんなケースがあったときに実際にこういう形で使えましたとか、はい、あの使えますとか、はい、そうした形が蓄積していくというのはとても大切だと思っておりまして、はい、あのその点でもあのこうした形であの検討、ここにも書かれているようなところがうまくあのこの先展開していくと素晴らしいなと思って伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上、金属系材料研究開発センター豊田様からのご発表でした。豊田様ありがとうございました。